それでは本日最後の戦いです。フィジークマリーオーバー戦のスタートです。最後に熱い戦いを見せていただきましょう。20代、30代、40代、50代以上の選手のラインナップ。まずは皆さんカテゴリー賞おめでとうございます。これに勝つと、より一層11月のグラジアルチャンピオンに一歩近づくと気合いを伝えていきましょう。フロントポーはい、バックポー、皆さん拍手してどんどん出していきましょう。フロントポーはい、54番、33番、スイッチ、60番、37番、スイッチ、はい、バックポン、はい、フロントポン、小池60番、37番、スイッチ。そのまま少し楽にして待ってください。それでは発表させていただきます。フィジークモデルオーバーオールチャンピオンエントリーナンバー54ナオヤ、おめでとうございます。見事オーバーオール優勝を果たしました内山選手には FEF チェアマン足立下西よりトロフィーの贈呈です。また副賞といたしまして H&YO 様よりフィットネスグッズ、そして VCX 様より日焼けまたはハイパーライフ無料券、アルクロン様よりプロテイン、そしてワイド様よりこちらアパレルの贈呈です。そしてボリーフ様よりクレヨン調理器の贈呈でございます。フォトセッションを作りましょう。選手に大きな拍手を送りください。チャンピオンの内田さんです。もっと高かった。 OK、 行けまいります。 3、2、1、はい、ありがとうございます。最後一人でお届けします。もう一回行きましょう。行きます。3、2、1、はい、ありがとうございます。本当にどのカテゴリーも素晴らしく、そして一つ一
一つのカテゴリーにそれぞれの良さがあって、そして特徴がとても分かりやすいと思います。さあ、こちらの T シャツは、MTF のメインスポンサーである、株式会社ビショナリー様のロゴが胸元に入って、そして背面には、MTF のスポンサー様のロゴが入っております。FPF のチャンピオン、優勝者だけが手にすることのできる FPF のチャンピオン T シャツです。そして本日、コンテストの開会式の冒頭でも、ケアマン正しかけしより、FPF のロゴ詳しくなりました。今年からですね、新しくなったロゴですが、そのロゴに込められた意味ですね、説明をいただきました。そのロゴも入った T シャツとなっております。さあ、本日の優勝者の皆さん、本当におめでとうございます。記念撮影しましょうか。では女性選手、そしてオールチャンピオン、真ん中にお願いいたします。そして2列になって、男性選手後ろに行きましょうかね。女性選手前、これからも、頑張ってまいりますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。そしてこのステージを見て、皆さんステージに立ちたくなったら、今度は選手側でもお待ちしております。これからも、APF をよろしくお願いします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。最後まで本当にお付き合いいただきありがとうございます。皆様お気をつけてお帰り。